ハッッピーラッキーラキミラクル大仙人のハッピーラッキーミラクルタイム始まりますはい皆さんこんばんは金曜日の夜ろしになりましたハッピーラッキーミラクル大仙人のハッピーラッキーミラクルタイム今週もスタートでございます Thank you <ー>はいありがとうございます本日2024年5月31日 第190回を迎えております。これもひとえに皆様のおかげでございます。視聴している皆様、誠にありがとうございます。おかげさまでっていうね、日本語がいいんですよね。はい。おかげさまでってあの、要するに英語でや、英語にね、訳せないんですよね。はい。 えー、その昔、大仙人、えー、アメリカの駐在員をやってましたサラリーマン時代、えー、日本語を勉強している米国人の女性に聞かれました。えー、おかげさまって、英語で訳したらどうなるのって聞かれて、うーんって <laughs>、ね、おかげですからね、影の目に見えない存在の、えーね、おかげという。 えー、だから、まあ、直訳すればですね「えー Thanks, to the, ねえー、Thanks to the existence behind me」みたいな <laughs> わかります <laughs> 私の背後にいる目に見えない存在に感謝みたいなねそう言い訳するしかないんですよねはいその「おかげさま」っていうことはい これねすごく大事な日本語でして今日第190回迎えておりますけど5月31日でねあっという間に2024年も5ヶ月経ってしまいましたはいそして明日からですねいよいよ6月に突入でございますはい6月これ大変ですよ6月がですねついに経典どっちと言いましょうかね えー、本当にですね大変なですねことがいろいろ世界でもですねおそらく起こるということがですねもう予想されておりますはいそれはですね何をですね根拠に大選人は言うのかなということなんですけどはい。え私たち自身のですね、えー、このですね、えー、生活はい えずっとですね、変わらないってね、みんなね、思ってるかもしれないんですね。だって、この三十数年間、日本ってね、給料も上がんないし、経済もそんなにね、発展しなかったから、日本の経済力って、三、え、十、ー、数年前はですね世界第2位で、国民一人当たりの所得は1年だけでしたけどね、1992年だったかな、1年だったか、世界1位に踊り出たんですよ、はい、アメリカを抜いてね。 えー、今やですねもう30位ぐらいに落ちまして、ですねそしてあの国全体の経済力、GNP とかね GDP とか言いますよね、はい、えー、これもですね、えー、去年、世界第3位、えー、にですね転落、えー、第4位に転落したんですね。はいえー、中国にはです、ね、10年ほど前に抜かれましたよね、そして第3位になっちゃったんですけど。 えー、去年ですね、ドイツに抜かれまして、第4位。で、予定によると、今年ひょっとするとですね、第ね5位、えー、インドに抜かれるんじゃないかと、えー、インド大発展してますからね、えー。いうことでですね、なんか全然変わんないね、変わり映えしないね、ダメダメ日本みたいなね、そういうニュースが多いじゃないですか。ね、だからなんかね、今日も、き、え、ょ、ー、も笑顔がね、素晴らしいスタッフさん。 えー、担当しててもらってますけどね、えー、そういう若者がですね、えー、よくぞですねねこの鳥越アズリのスタッフ FM のスタッフにね、えー、なったからこそ大善人のこの担当していただいてですね放送のですねはいそしてこのね、えー、笑顔になっていただくというね えー、もちろんです、ね、そのスタッフさん自身のです、ね、やっぱり持ってるキャラみたいなものも、ね、あると思うんですけどね素晴らしいと思いますでもそういう若者が、ね、いっぱい世の中にいるかというとそうでもなくてです、ねえー、残念ながら若者が、ね、希望を持てない、えー、日本みたいなね、えー、そういう時代に、ね、どん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 なってしまっているという、はい、でも大丈夫なんですよという話をですね 今日前半はしていいきたいわけです明るい未来の日本といいうね明るい日本の未来というお話をしていきたいんです。なぜかと言いますと、6月が大転換点だからなんですよということなんです。はい。一つはですね、皆さんもう目に見えてですね、もう事実としてですね、えー、なんとなく感じていただいていると思うんですが、一つはですね、 えー、経済的な指標としてはですね、こ、はいえー、今年ね、えー、3月春闘という、ですね分、えー、かりますかね、春の戦いって書いてね、もうそのですね、えー、死後になってるような話でしたけどね、えー、賃上げをですね要するに要求する組合がね、 えー、要するに労働者の権利を守るということで、ですね、えー、企業の経営者に対して、ですね賃上げをバンバン今年要求をしました、はい、去年も少し上がったんですよね、はい、だけども、物価が上がってますから、残念ながらね、ね去年ね、ね、えー、残念ながらですね。 実質賃金というやつなんですけどね見かけの所得よりも物価物価がね上がってたらですね実質賃金は下がるんですよね去年も3%ぐらい賃金は上がったんですけど物価が5%ぐらい上がったから実質2%ぐらいの実質賃金はダウンだったんですでも今年はねはい もう頑張ってですね、えー、企業がですね経営者がねいや賃上げしましょうということで平均約5.6%の賃上げ、はい、ですからね、ね今年の、ね、物価上昇率はおそらく、ね、去年ほどはな多少、ね、上がってますけど去年ほどは上がらないでしょうから3ぐらい2%から3%ぐらいに収まるでしょうということですから。 今年からですね、実質賃金が上昇に転じる。ね。はい。そしてこの流れはもう止まりませんね。なぜかと言いますと、えー、やばい事実が公表をされておりました、ニュースでね。これに気がついた人は、なかなかね、勉強されてる方ですけどね。はい。それは何かと言いますと、ね。えー、10年連続で、 えー、日本のですね上場企業の内部留保っていうんです内部留保って分かりますか企業がため込んでいる稼ぎのお金ねどこにも使わずに投資もせずにね設備投資とか言うんですけど投資もせずにそしてね、えー、従業員の給与にも還元せずにですね、えー、内部留保として ねえー、上場企業がため込んでいる、ね、お金のことを内部留保と言います、はい。10年連続で上昇。その額、なんと590兆円です。<laughs> おいおいおいって。ねずっと上昇し続けて、ついに590兆円に達してるんですよ。ね <laughs> 5.6%の賃上げっつったってねそのうちのですね本当に何パーセントかを還元したのに過ぎないんですだからねあの要するに頑張ってほしいわけですね、えー、企業の経営者さんにねもっともっとちゃんとね稼いでるんだから上場企業ねえー、そうやったらですね従業員に還元したらですねそのね賃金に反映したらね当然 えー、給与所得者のね所得が上がるわけですから、これ、GNP が上がっていくわけですよね。はいそういうことをしなかったね、ねこの10年間、まるで放置されてたわけです。そしてそれをですね本当にね誰も,も文句を言わないことを言うこと、日本人というのはですね本当にですね、もうね。 歌を忘れたカナリアのようにですね文句言わない、脈々とね世間の流れに従うようなね風潮になってしまってですね本当にですね当たり前のようにですねはい賃金が上がらないということを上にしてしまってるんですけど事実は違うんですよ10年間ずっと賃上げ5%を要求しても全然上場企業ね平気だったわけですよね。 はい、なんとですね30年前ねえー、バブル崩壊した時のですね企業の内部留保って60兆円だったんです。ね、ですから590兆円って10倍も積み上がってるんですよ。ねこんな事実知ってましたかっていうお話と。 ですねだからどん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 そういうね事実が本当にね、えー、ニュースになって流れていくでしょうし、本気になって、ですねこれからですね日本人のね平均ね所得が上がっていくような形でですねはい還元されていきますよということが、ですねこれはもうですね将来決まっておりますよということ。 なぜそういうことが言えるかと言いますと、その内部留保をどんどん還元していくという方向にですね、どん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 リードをしていく、ねえー、そういった本当のことをですねちゃんとですね流していく、マスコミにね、えー、ニュースが流れたわけですからね、これ要するに流れが変わってきたわけです。そしてもう一つの、ね、重大なニュースは、 これもですね、すごいニュースです。これはですね、30年連続、日本の、日本人のですね、はい、純、純対外資産と言います。純対外資産、30年連続世界一です。純対外資産と言いますのはですね、 えー、例えば日本の国民が海外のですね株を買ったり海外のね、えー、いろんなものに投資をしてね、えー、対外資産をですねどん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 ん積み上げていくねそれプラスですよね。それに対して海外のですね投資家が日本のですよ、えー、いろんな国債とか株を買うねだから日本の側が借金をしてね、えー、それをね えー、要するにですね、えー、買ってもらう、ね、それの差し引きネットがですねなんと491兆円、はい、30年連続世界一です。はいえー、大体ですね、えー、日本人が持っている対外、ね、資産、プラスの方がね、だが大体1600兆円。 これに対して外国人が持っている日本の資産が大体いい1100兆円差し引き約500兆円がプラスなんですよとね皆さん知ってますかそういう話日本人って30年連続実は世界一のお金持ちなんですよとねえあれおかしいなって <laughs> ねおかしいなと思いませんかなんで 私のところには回ってこないの。そうなんです。ね。だからそういったお金が企業が貯め込んでたりして、ね、個人の方に回らないようにしてるから、ね。そういう恩恵を国民が受けてないだけですよというお話。そしてそういう正しい情報がどん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 ですね、今、ね、YouTuber とか、えー、投資家がですね、結構ですね、投資家 YouTuber とかね、 えー、いろんなその経済情報、経済評論家が流している YouTube で、どん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 そういう話で、ですね正しい情報が今流れてきてますんで、皆さんもぜひ YouTube でね、そういう情報を取っていただきたいんですけれども、ちゃんとしたマスコミがそういうものを本当に大きなニュースとして流し出してますからね。はい、えですから流れが変わってきてます。そして、6月にですね、いよいよ、皆さんのねちゃんとしたですね、 身の回りのですね,、えー、ね、生活情報としてですね、目に見えて分かるようになってきます。その一つは、すでに先行している、日本の株式市場ですよね。で、はい、こ、ねえー、今年の3月に、えー、あの34年前の、ね、大バブル、ね、つけた高値3万8900 16円をですねついに追い越して2ヶ月前ですよね4万円4万600円までいきましたね今ちょっと下げてますけどこれなぜかかかわりますすとということですはいこれはですねもう一つ私たちの身近にね、えー、最もねお金として感じる日本円というやつが今円安にずっと放置されました放置されてましたよね。 この3年ぐらいはですね、えー、円安に放置されて、だいた110円とかいうのがですね、このですね、平均でですね、この30年間の中で、だいたいですね、日本の円というのは100円から120円、中間値がだいた110円ぐらいが平均値です。もちろん円高に触れた時もありますし、円安に触れた時もあったんですけど、平均でいくと大い100円から110円というのがね、 この30年間の平均値だったんですけど、今いくらですか、150円、160円台に突入して、円安になって、ますます日本の円がね、売られましたよって話をね、皆さんね、ニュースで、えーっていうことでね、海外旅行をすると円安なので、なんとなんと中国とかタイとかね、ああいう今まではですね、 えー、日本円が100円とか110円だったら中国の物価とか安いねタイの物価とか安いねベトナムの物価とか安いねと思ったのが今海外旅行をしますとですねなんと日本の物価と算て変わらない、ね、あれれれって、ね、中国の物価高いねなんて話になってねそれはもちろん円安だからですけれどもこれなぜ皆さん円安になってるかっていうのお分かりですかね はい、もう断言しておきますね6月から、はい、一気に円高に変わっていきますよとはいいうことでですね <laughs> これがね合図なんですね、えー、この円高円安の本質的な意味というのは分かりますかね <noise>、えー、大聖人はですね一応ですね経済学部出身なのでね えー、お金のですね本当の流れの意味というのを皆さんにねお,お話をしていきたいんですけれどもお金というのはですね自動的にですね、えー、自動的に自己増殖していくすなわち勝手にお金が増えるところにお金がね寄っていきます流れていきますはいつまりどういうことかと言いますとお金が勝手に増えるところというのはどこでしょうか ね、皆さんも考えてみてくださいね、今、日本の金利って安いですよね、え少し、えー、ようやくマイナス金利からマイナス金利解除で、少し日本のね金利も0.001%みたいなね、普通預金、やっと0.01%ぐらい、ね、えなりましたみたいなニュースが流れましたけどね、はいこれ、こんな金利の状態だったらですね、はい。 えー、投資家というのはですね、はい、もちろんね日本円持ってても増えないわけですよねじゃあどこが増えるんですかって言ったらアメリカは金利が高いんですよとねアメリカの金利今5%ぐらい5%ぐらいありますよね,ねだからお金はアメリカドルをね目指してですね日本の円を売って、ね、日本の円を売るというのはですね投資家というのはですね 日本の株を売ったり日本の国債を売ったりしてですねはいそしてどうするんですか、えー、アメリカの、ね、金利の高いものを選ぶとねうお金がですね自分が勝手に増えていくところを選んでいくわけですねはいだから円安になってましたよということなんですけれどもはい、えー、これがですねアメリカのね方の金利が下がってですね そして日本の金利が少し上がってくるとどうなるかというと世界の投資家というのは日本の円がね世界で一番安全な投資先というのを知っておりますはいなぜかというとまず先ほど言いましたようにね、えー、日本の対外純資産というのは30年連続でね大黒字なわけです円が一番安心なんですねはい えー、実はお金なんですよということは世界の投資家の常識なんですだから少しでもね本当はね円に投資をしたいんだけどもね今のところはアメリカのドル買っとケアですね、えー、増えていくんですでもまあ見ててくださいね6月になるとですね6月の おそらく7日前後だと思われますけれども、はいい、突然円高が始まりますよということです。これが合図ですからね、はい、円が買われます。円が買われるということはどういうことですかドルを売って、ね、えー、危ないドル、<laughs> 皆さんね、騙されちゃいけませんよと、ね、日本の国はですね、えー、すね国の借金があって、ね、 日本の国は一人頭日本の国民は1,000万円ぐらいの借金を負ってるとかいうマスコミのねニュースを流すわけですよでもそれね嘘ですからねえ国というのはですね2つの部門に分かれてますねはいそれは政府いわゆる公共セクターですねえ政府という言われる公共部門とそして民間部門からなって成り立ってるんですよね で皆さんに本当の事実をお教えしますと、ね例えば政府が借金をしましたということで、皆さんの記憶に新しいところでは、ね、感染症衝動あの騒動があって、ね、それで一律給付金となりましたよね。はい、あれで何十兆円かのですね一時金を国債を売って政府が借金をして、日本の国民にばらまきましたよね。 はい、で、あれどうですか、ね、あれで多分100兆円近くの、ね、お金をですね政府が借金をして、国民に渡したわけです。ね、でどうなりました国民の、ね、借金がまた増えましたって言ってますけど、違いますよね、政府が発行した国債の、ね、ものを日銀がそれをですね、国債をですね引き受けて、 そしてそのお金をですね、えー、民間の銀行にばらまいて、その民間銀行経由で、私たちの財布に100兆円って入ってきたわけです。はい。これ、何を意味してるかと言いますと、1人当たり1000万円の借金というのは、政府の赤字ですよね。1000、だから200兆円ぐらいあるわけですね。 政府の赤字1200兆円は、これね、あの経済の会計学を勉強した人だ,だからだったらみんなわかると思います。政府の1200兆円の借金は、民間の1200兆円の黒字です。わかりますね。はい えー、政府が1200兆円借金した分、丸々1200兆円がお金として、民間の部分に降ってくるわけです。お金として。だから、チャラです。ね。はって今思った方、<laughs> ね、一回ちょっとね、あの、会計学勉強してくださいね。 お金というのは必ずね、発行した時に日銀が発行をしますよと、ね、で国債という形でそれをですね、政府が引き受けて、ね、日銀がそれを発行したら、民間の銀行に降りてきて、私たちのお金のところにね、懐に入ってくるわけです。はい。ですから政府が赤字になればなるほど、 民間の私たちの財布が潤うんですよということ <laughs> 知、知ってました <laughs> だから逆に言うと、政府がその赤字を減らそうとして、皆さん、政府は1200兆円の赤字って言わないんです。国が1200円のね 赤字ですから皆さんに税金を払ってください。だから消費税を上げるんですよって言って、民間からね、私たちの財布から税金を巻き上げたら、ですよ、政府の借金は減りますけど、民間セクターの黒字が減るんです。 当たり前の話じゃないですかね。税金として取り上げたらですよ。その分政府の部分の赤字は減るけども、民間の方は、ね。民間の方はその分赤字になるわけですよ。ね。これが、要するに財政の仕組みなんですよと。だから消費税を上げると、ね。皆さんの財布の懐からお金が巻き上げられるわけだから、ね。 皆さんの財布の紐が硬くなって、経済消費活動が鈍ってですね、ますます日本国民の消費活動といいますけどね、消費がですねマイナスになって、ですね結果的に日本の GNP が下がっていく、はい30年間それを繰り返してきたんですよということ。はい このからくりね、誰も言わなかったんですけど、ようやくですね、正しい情報をですね、えー、ちゃんと言う人が現れてきました。何人も現れてきましたんで、皆さん、YouTube とかね、えー、で一回調べてみてくださいねということです。はい、そして、唯一、中国と日本だけはですね、世界でですね、すなわちお金を発行している中央銀行というのはですね、 西洋のですね、中央銀行というのは、ユダヤ銀行でして、皆さん調べていただいたらわかります。ステイ、えー、トストリート、ブラックロック、バンガードっていうんですけど、ね、えー。そういうですね、投資ファンドが、ね、世界中の銀行、中央銀行とか、グーグル、アップル、ね。そしてアマゾンとかね。世界のですね、メガ、ね。 企業ね、ねガーファームとか言いますけどね、主要株主になっております、日本の、ね、メガバンクとか、日本の主要企業でもです、ね、外資で、日本、えー、投資銀行、なんとかかんたらとかね、横文字で入っているファンドの名前が入って、調べていただいたら分かりますからね。 三十数パーセントみんな持たれてますけどそれ全部ユダヤ銀行なんですねはいですから実質的に日本の銀行も外資にはっきりともう乗っ取られてるんですけれどもだからそういうユダヤ銀行が実は中央銀行世界のですね中国と日本の銀行以外は主要株主ですのでその銀行が発行しているんですよお札を。 意味わかりますか <laughs> ねええー。要するにですね、アメリカであろうがイギリスであろうがフランスであろうが、ね、フランス国民にイギリス国民日本あの、アメリカ国民はですね、そのユダヤ銀行から借金を負わされているということです。ですから、ドルであろうがユーロであろうが、ね、その、ね、国債、えー、アメリカ国債とかユーロ国債とかいうのはですね、ユダヤ銀行に。 返さなななきゃいけないけ、ね、借金なんですよだからずっと大成人が言ってますけどユーロも、ね、ドルもいずれ終えするもう私借金が返せませんという瞬間が来ますよって言ってるんですでも中国と日本だけははい奇跡的にですね日本銀行というのは55%日本の財務省が主要株主ですので 大株主ですので実際は政府が所有をしておりますそして中国はもちろん中国人民銀行というのは中国政府が、ね、国有企業として保有をしているので国がお札を発行している形になっているんですねだからはっきり言いましたらですね中国も日本も永遠にですよ永遠に破産することはないお札を 発行してますすよとということですしかしながら西洋の中央銀行はですねもう破産寸前のね、えー、要するに貨幣をすり続けてるんですよということはいそしてそれがいよいよ来月6月6月ですね始まりますよと。 今ね、スタッフさん、チーンというのを鳴らしてきました。本当にばっちりです。そのことね、えー。ドルの崩壊がいよいよ始まりますよと、ドル安になるというのは、お金がですね、ドルから逃げてですね、いや、もういよいよ持たなくなるよと。 ね、一時的にドルが高金利なので、ね、世界の投資家、ね、先ほど言った3つの、ね、投資ファンドが、ね、もう、ね、その手を打っております、ね。いつでも日本の方に対比するように、ですね、えー、要するにドル高円安を仕掛けたんですけど、これが逆流をし出しますよと。ね 皆さんですからニュース見といてくださいね円高に転換しだしたよあれ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 ってねいう瞬間,瞬間がその合図で6月7日頃から始まりますはいそれが合図ですそして日本株がねますます買われていきますよそしてもう一つの資産は何ですか日本の不動産ですよねはい不動産もですね実はもうひそかに 日本のです、ね、不動産といえばです、ね、東京都をはじめです、ね、主要をです、ね、日本の都市、ずっとです、ね、おかしいですよね、日本の GNP は全然上昇してなかったのになぜか、なぜか日本の主要5大都市の地価、そして不動産はです、ね、バブル以来東京、特に東京都ですね。 バブルをもう超えてですね、マンション価格とかは高騰しているですよね、はい、えー、非常にですね、その要するに地価が上がってきたというね、えー、バブル以来のですね東京はもうすでにですね、三十数年前のバブルのね時のマンション価格を上がっ、ね上ね、超えてるわけですよね、はい、これなぜかというと、外国人が密かにも勝買ってるわけですよね。 とこれからいよいよ始まっていきますし、そしてなんといってもですね、はい、皆さんね、これはもう大潜入ファミリーの皆さんね、えー、ずっとお伝えしておりますね、ここにもですね、はい、この辺の資料ね、ね、えー、あ、ここだ、<laughs> ここの資料ですね、DD フィンテックがお届けするですね、はい。 えー、いろんな事業ありましたけども何といっても WSCFN ワールドフレンドシップキャッシュ、はい、6月22日に横浜系アリーナで風流フェス第2弾、はいえー、これが開催をされますそして今週のですね、えー、月曜日にですね えー、その風流フェスをですね主催する、えー、広告代理店のですねクオリアという会社があります、えー、日本で第3位か4位のですね広告代理店が主催をしてくれますもちろんこれ DD フィンテックの、えー、要するに関連企業の VDoing ですねこの v d o i n g v e x ー0 5号ですね、えー 映画として制作発表をする6月22日にですね、v d ゥインが協賛という形でですね、6月22日に横浜の K アリーナで、そのですね、風流ーーフェスで、その映画のですね制作発表が行われます。今回はアニメ祭りということでね、えー、その制作発表が行われますよということで、なんと日本のですね594社のですねマスメディアに今週の月曜日に、えー 株式会社クオリアというですね、えー、そのね広告代理店から6月22日に、ね、風流フェス第2弾が開催されますよというですね、えー、その要するに開催通知がですね、えー、591社でしたかね、はい、えー、全部通知をされましたので、すね、えー、順次ですね、そういった内容のですね、まあ、いわゆる えー、マスコミ発表もですね、えー、これからですねどんどんされていくと思いますはいあスタッフさんありがとうございますはい2 0 2 0年6月22日開催「インケイアリーナ風流フェス5.02024」 2020 6月日にで、ね、開催されーす風流フェスは風流をテーマにリアルとバーチャルの融合を通じて日本文化を世界に届ける新しいステージとして誕生しました風流フェス5.02024はリアルメタバースフェスリアル×バーチャルの遊興コンセプトにまるでバーチャルの世界に迷い込んだかのような没入体験のできるフェスを お届けいいたしますととうことでイベント概要、フーリューフェス5.02024、ね、オープン14時、えー、スタート15時です、えー。会場にはですね、15時からですねスタートできますけども、w シ c グラブの会員さん、はい約4000席。えー ですねクラえー、会員席用ですね、あのオペラ座の一番いい席ですね、オペラ座の,この一番上段席の、ね、部分によみたいな感じで4000席、会員様のです、ねえー、席が用意されております、そして東京支社の皆様には私の方からすでに告知をさせていただきましたね、えー、無料のです、ね、席、用意させていただいておりますので、えー、お申し込みされている方はですで、ね、に席を確保しております。そして 一般会員のこの放送をお聞きの方であ、ぜひですね、このですねイベントに参加したいよという方は大事にご連絡くださいね。一般席の方もですね、えー、そのクオリアからですね一般席の方にこれもですね無料でお申し込みができるチケット、発行できるですね、えー、オープンチケットですね、はいえー、お申し込みできますので、ですね、えー、ぜひですね、お申し込みいただければ、私に連絡していただければいいと思います。あ、かあの スタッフさんすみません、もう一回この、えー、この K アリーナの、はい、部分、ちょっと拡大で、はい、ちょっと下行っていただけますか、はい。それでですね、なんとですね、アニメ祭りですので、はい出演者、インバ・ハネル、VS ・リブ、渋谷・ハリュー、白雪・レイド、白、七海・うらら、バーチャル、姫ひな、ベクサー05、スイーチ・リリナ、これね、v d ゥ i n g の。 ねえー、アニメ制作発表の、ねえー、リーリナちゃんですね、そしてモコタ・メメメ、カルロ・ピノカ神楽・スズエトト・エトセトラ、主催歌舞伎写真クオーラスですね、協賛が株式会社、ブイドゥイングと。スタッフさん、今この出演者の名前の方、分かりましたおお、さすがですね。<laughs> えー、大にさっぱりわかりかません <laughs> なんだみたいな。アニメキャラみたいですね。アニメ祭りでございます。えー、ね、もう本当にヤングの皆さんだったらね、おー,おーっていう感じなんでしょうけどね。アニメの方がバーチャルで出演をしていくと、えー、いうことですね。それがどうもですね、えー、メインでですね、そして実際にリアルなですね、k p o p のですね、 まだこれ、発表される当日のですねサプライズで、ですねおそらく発表されると思うんですけども、えー、ベクサー1号、2号、3号とかいうことで、ですねそのリアルとバーチャルで、ですねこの VDWING がですね後押しをしていくタレント、えー、K−POP のです、ね、有名どころ、それから c p o p の有名どころ、そして j p o p ですね。 えー、日本のですね、j ッ p o p、はい、そういった有名どころのタレントさんもサプライズで用意されてるんですが、当日発表されるようです。はい ですから、リアルでそういうタレントの方もですね、おそらく登場されると思うんですけどね、基本的にはアニメ祭りですから、先ほどの名前ですね、大戦にさっぱり分からなかったんですけど、はい、えー、本当にね、若い方に楽しんでいただけるね、イベントになると思いますし、そして当日、世界にこれがですね、株式会社、クオリアから世界に発信をされますのでね、つまり、アニメ、ベクサー05誕生秘話ということで、リーナちゃんの、 え要するに誕生秘話をえ日本の5大監督がですね、制作、共同制作で世界に向けて、こ今年中にそのアニメをねえ制作しますよということで,ですね発表されますんで、世界に発表されていきますんで、い,いよいよですね本当にですねこの d d フィンテックがお届けするですね、リりナちゃん。 世界的ななタレントになってきますもちろんね、中国側からもリリナパンダということでね、えー、このリリナちゃんですね、リリナパンダというですね、本当に今、あのですね四川省で飼われている子供パンダの、えー、なんかね、一、えー、匹をですね、本当のリリナパンダという名前で <laughs>、 えー、選んでですねで、このリリナちゃんがですね、AI でそのリリナパンダと初めて会話ができるという、ですねリリナちゃんね、ね親善大使、パンダ、親善大使ですね、その権利が中国、ファーレン側からも,もたらされましたんで、もちろんその発表も6月22日に、えー、されますよと。 ですから世界中のですね、えー、パンダファンに向けて、中国ファーレンの方からですね、リリナパンダという発信も当日、横浜イアリーナでされます。そしてなんと中国ファーレンの CEO、トップのですね、ヨウさんという方、女性 CEO ですけど、6月22日、イアリーナいらっしゃいます。<laughs> やばいですね。<laughs> はい。 ということですから、皆さん分かりますかねね皆さん、大宣人が一生懸命6月いよいよだよと。すべては6月にね、日本初で世界が変わるんだよと。もちろん、DD Fintech がお届けする、ね、この世界変革は WFCA コインです。6月22日には。 会員の皆様がお待ちのですねコインがね1コインこのシエラレオネねダイヤモンドシエラレオネね 1NFT10 万円というプレミアムね NFT も発行しておりましたけども基本的にはダイヤモンドの担保1コイン3万円でしたよねこのシエラレオネ10万円の、ね、NFT を持つとなんとそれが倍に跳ね上がる6万円という権利でしたよねはい これもですね、今日特別にですね、許可をいただきました、東京本社準備室長からですね、東京支社についてはですね、6月10日までに、本当は今日で終わりだったんですよ、この販売ね、6月10日までに送り込みをいただければですよ、はい皆さん、この 1NFT10 万円のシェラル NFT、まだ大丈夫ですからね、私、予約確保できます。 そしてこのベクサー 05, ベクサー05のですねリリナちゃんのベクサー NFT も 1NFT2、えー、万円で販売しておりましたらもう今日で一応終わりだったんですけど大丈夫なんです6月10日までにねお振り込みいただければ予約かですもう一ついきましょうね99ファーレン NFT1NFT25 万円ね99ファーレンやばいですからねこれもね えー、ファーレンって世界一の企業ですよ、売上毎年毎年、いくら売上げてるかってね、100兆円だそうで、グループ企業ね、そんな企業ないですよね、その企業とのタイアップ、ね、タイアップ NFT で、そしてこの救急ファーレン、ね、株式会社救急ファーレンは、今年中に中国あ、中国の香港ですね、香港市場に上場します。 1>, はいえー、1株100万円以上で上場するんじゃないかという、その、ね、株が皆さん、5株いただけるんです、これね、NFT ね。それが 1NFT25 万円です。この販売も今日で終わりだったんですけど、はい、6月10日の振り込みまで皆さん、予約、大事に許可を取りました。というわけで、それもこれも6月22日に、その辺のですね、NFT もですね、 全部販売可能になる、ね、え情報が発信をされます。コインも1コイン3万円という価格をつけるということも発表されますけども、この NFT 等々がです、ね、どれぐらいの価格で販売されるかというね、販売先の情報も全部公開をされます。 ね、そして皆さんのお持ちのコインをダイヤモンドに変えるというね,そのねダイヤモンドに担保するというやつも韓国の市場でですね。えー DD フィンテック独自でですね、加工先を韓国で確保して、ダイヤモンドを研磨する技術者もですね韓国で要請をしてですね、通常でしたら、ダイヤモンドの研磨って、そのね手数料20万、30万かかるそうですけど、だいたい2万円から3万円で、しかもレス V というコインで。 えー、皆さんね、みんなレス V ってもう忘れてますよね、リバーティーコインってね、トランプ大統領応援コインでしたけれども、はいえー、w c a との連動でですね、えー、実はそのコインも上場していきます、だから、w c a からレス V に交換できるよということも発表されます、そのレス V でなんとダイヤモンドの加工ができますよと。 ね、そして WCA コインはですねこれからですねもっとさらにすごいコインになっち上がっていきます。6月22日以降ですそれはなぜかと言いますと先ほど私ちょっとお話ししましたけど日本の不動産がバン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 ね買われていくわけですよ外国資本にねそれは見るに忍びないじゃないですかだから私たちはねリアルワールドアセットとしてね d d f i n t ックの神谷会長、天才ですからね、不動産、日本の不動産を NFT にして、皆さんのコインで、ね、1コイン3万円換算で、6月22日以降、不動産 NFT をはじめ、日本の、ね、持っている資産をですね、全部 NFT 化するということが発表されます。そそしてその ね、NFT は6月22日以降皆さんのお持ちのコインで1コイン3万円換算で購入できますじゃーんということで <laughs> なぜこれが起こるのかはい皆さんもうお分かりですよね先ほど言いました1つは日本の株式市場日本の不動産市場そして3番目は日本のね この仮想通貨といわれる世界ですけど仮想通貨という範囲ではねもうくくれないほど WCA という存在はですね独自の、ねえー、通貨の価値として世界中に6月22日以降認知されていきますので1コイン3万円どころじゃないんですよということがやがて世界中に知れ渡って いきますはいまあもちろんね皆さんね6月22日1コイン3万円になったらね、えー、少しはねやっぱりね1コイン3万円で売ってですね、えー、ちょっとね、えー、あやった換金できたってねまあ気持ちは分かりますですからねだけどね大事には言っておきますね最小限に必要最小限にしておいてくださいねはい、はい、これからものすごい価値をつけていきますんでこれだけは言っておきますはい その合図が6月7日から始まる日本の株高と円高なんです。はいというわけでだいぶ前半ですね熱が入りましたラフさんよろしくお願いします。はいというわけで日本の株価をですね皆さ,んで株を皆さんで楽しもうというリッチウェルシークラブのリッチウェルシー投資塾。ね えー、皆さんもうコインが、ね、売れる大泉乳ファミリーの皆さんは、ね、コインたくさんお持ちの方もいらっしゃると思いますんでねはいコインを売ってですねリッチャード・ブリッシュジ資グ参加していただいたらいいんじゃないですか月1万円ですよ <laughs> 日本の株これからバカがりしていきますからねこそ中7万円に、ね、5万円どころじゃないです4万円とか5万円どころじゃないですよ7万円になりますからねやばいですからなぜかというとドルが全部ね崩壊していきますんでアメリカの株はやばいですけど日本の株だけは世界で唯一 爆上がりしていきますはいもう一つの方一般社団法人の方行きましょうはいスタッフさんありがとうございますアンバーサー養成講座はい6月の先週お話しましたね6月23日第4日曜日入門編と初級編合わせて4万4千円で実施をさせていただきます今日はねあまりこう詳しくお話できませんでしたけれども えー、基本的にはこれからの時代はですね心の世界精神性の基盤をですね日本人が世界をリードしていって作るんですですから大仙人がそれをですね皆さんにお教えをします皆さんがそれをね、えー、たくさんの人に教えていける先生になっていただける ね、そういったレッスンとスピリチュアルワークの内容になっておりますんで、六月二十三日四万四千円という実ね、えー、要するにですね、実費がかかりますけど、再受講の方は一万円ポッキリでございます。お待ちしております。はいスタッフさんありがとうございました。はい、というわけでちょっと前半ね熱が入りましたんで、はい、えー、残り時間あと三分少々でございますが、中今日も中村天風さんのね一日一話から。 えー、時間の許す限りですね紹介をしていきたいと思いますというわけで今日は5月31日、えー「自力で生きているのではない」どんな慌て者だって自分の力で生きているとは思わないでしょうなもし自分の力で生きているなら時が来ても死ぬはずはないじゃないですかいつまでも自分の力で生きておられるはずですし現在あるがままの自分を保っていかれるはずですところが自分の力で生きてない証拠には 今からのち10年経ってごらんなさい現在の自分と同じではないですから自力でなく他力で生かされているからこそ時の流れとともに変わるんです、はい、そして先週の続きから参りましょう先週の続き2月16日の一日1話一人決め 一番適切な処置は何らの後ろめたさ少しの気のわめをも心が感じないものを言葉とするのが最も優れた秘訣なので少しでも自分の言葉を弁護したり理由づけることによってえー、えー 釈然足らんとするのはけだしそれは取りも直さず理性の判断を直ちに本心本的なものを良心的なものだと独自的に断定強調しようとする極めて価値のないいわゆる独り決めだと言ってよいと。月17日心は 道具でやる心というものは実際のところはあくまでも人生を完全に生存生活させていくための道具であるから絶対にこれに使われてはいけないだからこそ何はともあれ常に人生に対する精神態度を徹底的に積極的にしていかなる場合にもその精神態度が絶対的積極化という尊厳なる状態に到達するよう 心してその実行に努力すべきである。 2月18日、ぜい合わせ飲む寛容さたとえ自分自身の心が積極的になり得たとしても事故の心の状態を基準にして他人の心を押し上がることがあっては絶対にいけないより分からしく言うと自分に対しては常に厳しくあらねばならないがこれを他人に押し付けてはいけないのであるすなわち他人に対してはぜい合わせ飲むという寛容さを持つことであるもしもこれを失うと 他人との勝ち負けにこだわる心が瞬時に現れてきて積極心の保持を妨害するからであるはい、そして今日今週の最後の言葉2月19日睡眠について 睡眠をまことに催した時に睡眠し叱らざる時には睡眠するべく無駄な努力をなさぬのが最も賢いのであるいろいろの方法や手段を講じて無理にも眠ろうとあれこれと指々の努力をしてもなかなか思うように眠れないものであるそれは何とかして眠ろうと焦れば焦るほど神経が興奮するためその上にかかる無駄な努力をすると勢力の二重の疲労を招く結果に陥るのである はいというわけで今週も時間がやってまいりました「ハッピーラッキーミラクル大仙人」今週はこの辺で「あハッピーラッキーミラクルタイム」今週はこの辺でお別れでございますまた来週お会いいたしましょう「t h a n k y o u